よいしょ。ああ今日は土曜日だったので一日ダラダラしてましたけど、普通夕飯の前にお風呂入ることあんまりないんですけど、今日は、いや昔はお風呂先だったか、今日はお風呂先ご飯後です。今日はね、昔はね、お風呂先でしたね。神奈川県に住んでる時に家賃3万いくらだったかな、3万円台の家に住んでる時にですね、水シャワーだったんですよ。今日は鶏肉です。鶏肉と鶏肉豚もも肉1枚とじゃがいも玉ねぎほうれん草をこの容器に突っ込んで電子レンジで10分ぐらい加熱したかな、そんだけです。で、そう、この水シャワーを浴びてる時があって、別にお湯が出ないとかそういうわけじゃなかったんだけど、結局そこに5年間ぐらい住んでたけど、ずっとボイラーあったけどボイラーつけないまま過ごしてました。水シャワーを夜浴びるので冬は寒いんですよね。だけども冬、例えば職場から家に帰ってくるときに歩いて通ってたんですけど、3キロ弱ある距離を走って帰ってるんですよ。行きは歩きだけど帰りは走る。走ると体が温まるから、その温まった状態で家着いてすぐシャワーを、水シャワーを浴びるってやってました。だからシャワー、ご飯はシャワーの後でしたね、その時は。うん、ニンニクと生姜を入れて温めたから美味しい。調味料はそれが使ってない、ニンニク生姜だけ。ニンニク生姜って調味料っていうのかな。うまい。マジか。なぬ見れない。見れなかった。僕、楽天証券、口座だけ持ってて、今は運用しないんですけど、それに入ると日経テレコンっていう、日本経済新聞とかが読める。サービスが付帯でついてくるんですけど、それがなんか今メンテナンス中で入れない。やる気が早いね。なんか毎週のようにメンテナンスやってるんですよ。
うん。おお。今日ほぼだらけてましたけど、買い物だけしたんですよ。近所のスーパーと近所のお肉屋さんで。昨日のうちにネットスーパーで野菜とかお米とか買って今日届いたんですけど、その時注文したオートミールがね、なんか在庫なくて届かなかったんですよ。配達の時にね判明したりするんでしょう。注文する時点では在庫あるんだけど、配達の時に届かなくて、あれって。で、改めてそのサイト確認したら、ありませんでしたって。まあ仕方ないんだけど、来ると思ってたのが来なかったら悲しいですよ。だからスーパーにオートミールを買いに行きました。1キロ105ルピーだ。日本だとね、多分一番安くても業務スーパーの500グラム130円、140円ぐらい、もうちょっとしたかな。だからそれに比べると安いんですよ。半額以下。ほうれん草ミスったな。なんか硬くなっちゃった、ほうれん草。それと、いつもよく行くお肉屋さんで、鶏もも肉500グラム買ってきました。今日は暖かかった気がするんだよね。気のせいかな。でも風が強かったな。この時期ほとんど雨は降らないんだけど、今日は暖かかったけど雲があって風が強かった。春ですかね。春の訪れですかね。
大体ね、鶏もも肉 500g って頼むとね、こうショーケースみたいなところからこう取ってくれるんですけど、大体3枚取るんですよ、鶏もも肉。でも3枚取るとね、大体 600g になっちゃう。普通の1枚このくらいのサイズがね、200g ぐらいあるんだよね、多分。だから一生懸命こう小さめのやつを探してくれるんだけど、次から1キロで頼んだ方がいいかな。でも1キロで頼むと全部使い切る、1回じゃ使い切れないんですよね。 500g だったら作り置きする用で3食分か4食分作れるんだけど、1キロ全部作ったらちょっと多いですよね。芋はちょっと硬いな。芋は半生だったら肉より芋の方が時間かかるから、
うん、米がパラパラ、お箸で食べるのむずい。まあまあお腹いっぱいになるね。多分肉が 200g ぐらいと、大きいじゃがいも1個、ちっちゃい玉ねぎ3個、ほうれん草1つか。この青いタッパー、ジップロックだと思いますよね。でも違うんですよ。バイオパックって書いてあるんですよ、これ。インドで、多分インドで作ってるんだと思う。バイオパック。めっちゃ安かった、確か。食べ終わっちゃった。
ごちそうさまでした。